ウィリアム・ウェイン、ビリー・ブランクスは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身のエアロビクスインストラクター、格闘家、俳優。身長181センチメートル、体重86キログラム、体脂肪率6%。独自のトレーニング、体膨の考案者である。日本において、エクササイズ DVD ソフト、ビリーズ・ブートキャンプで、一躍、時の人となった。 日本のビリーズブートキャンプ実行者のコミュニティではビリー隊長の愛称で親しまれている。大阪府在住経験もあるが、現在はアメリカを本拠地として活動している。ロサンゼルスに居住し、ジムを経営する。1955年、ペンシルベニア州エリーにて15人兄弟の3、男として生まれる。11歳から格闘技の研究を始め、7度の空手世界、チャンピオン。 テコンドーの八段所持者となり、その他七種の武術で黒帯を取得。1980年代、アメリカアマチュア空手チームのメンバーであり、アメリカ空手の伝道である、アスリート・オブ・ザ・イヤーに選出。また、俳優としてのキャリアも歩み始め、テレビドラマ、ER シリーズなどにも出演。2008年、1974年に結婚した、女性トリコン。 前妻との間に二人の子供がおり、娘のシェリーは、ビリーズブートキャンプにも、出演、父と共に来日も果たしている。息子は、エアロビクスインストラクターのビリー・ブランクス・ジュニア。2009年1月、通訳をしていた14歳年下の日本人女性と、再婚、2008年11月には、長女が誕生している。 2009年6月に大阪市内で挙式と披露宴を行い、7月に大阪市震災橋にエクササイズスタジオ、ビリー・ブランクス・インターナショナル・スタジオを開設。2009年4月現在、日本での永住権を申請中である。2010年、ビリーの財務管理をしていた2名が、2007年から2010年にかけて、 約9500万円をビリーが承認していない、送金や引き出しを70回以上行っていたことが発覚し、金を持ち逃げされたとして2名に対して訴訟を起こした。1980年代後半、マサチューセッツ州クイーンシーで空手道場を開いていた頃に、ムエタイや空手、テコンドーの方をもとに、待望トレーニングを考案。待望という名前は、 テコンドーとボクシングを組み合わせたもの。彼はこの新しいフィットネストレーニングを広めるために、ロサンゼルスに、自らのフィットネスセンターを開き、ポーラー・アブドゥルなどのクライアントを持つことに成功。このエクササイズの人気は、急速に高まっていった。その後、陸軍の連兵軍装としての経験を生かし、ビリーズブートキャンプを発案、アメリカ国内に紹介する。 そして近年日本にも紹介され、一大ブームを起こしている。詳細は、ビリーズブートキャンプの項目を参照。ブートキャンプで、日本で一躍時の人となった、ビリーだが、アメリカンスタイルのエクササイズが、日本人に合わないことを考え、日本での暮らしを生かし、日本人にも好まれるエクササイズとして pt、PT-24-7 を発案。特徴である専用グローブは、 大阪の美濃の竹林でのトレーニング中に考えついたとされている。AB、ビリーズブートキャンプが大ヒットビリー隊長の今はあの人は今こうしている。日刊現代デジタル、2020年4月9日、閲覧。読売テレビ、2020年3月25日13時55分、情報ライブミヤネ屋ビリー・ブランクス・ジュニアのダンス・ウィズ・ミー・ダイエット。 ビリーズブートキャンプのビリー隊長激怒、財務管理者に約1億円を持ち逃げされたと訴訟。アイズ・オン・ザ・フリート。ハット・アイズ・オン・ザ・フリート。ハット・アイズ・オン・ザ・フリート。ハット・アイズ・オンザ・オンザ・フリート。2009年9月8日 FM802。ザ・中島博と賞802ラジオマスターズより、ビリー隊長。日本人と再婚。震災橋で、スタジオ開校へ。芸能、芸能、社会。 スポーツ放置大阪版、レコジカ、トータルダウンロードランキング、ビリーズブートキャンプオフィシャル、テーマソングブンブンワンダーランド、オラカニュース2019年6月11日、閲覧。ありがとうございます。